For modern people of today, urban planning is a technical and political process concerned with the development and design of land use and the built environment, including water and the infrastructure passing into and out of urban areas and the provisions of municipal services to residents and visitors.Urban planning deals with physical layout of human settlements, and it is a very important part of works when constructing villages as well as big cities and towns. Then, how about ancient towns and villages about which I, Hiroshi Hayashi, drew a conclusion that they must have been constructed long time ago in ancient times with the help of extraterrestrials.They are so messy when viewed from above, and there seems to have been no urban planning so far as a view than now. Yes, so messy. But why? Here I show you in this video some of these examples taking up ancient cities in Mesopotamia, Machu Picchu in Peru, Kawachi ruins in Nazca, andcliff dwellings in Manitou, USA, and Dagans in Mali, Africa. I just wonder how come they are so messy as we view now. But why? It is a mystery, isn't it? 都市計画は都市や町のみならず村づくりにおいても集落づくりの基本ではないでしょうか。が私が今まで調べてきたところ、つまり明らかに外惑星人の関与があったと判断している村についてですが、どの村も共通してごちゃごちゃであることには驚かされます。ごちゃごちゃです。英語ではメッシーと言いますが、どうしてなのでしょうか。謎というよりは皆さん自身の目でまずそれを確かめてみてほしいと思います。メソポタミアの古代都市、ペルーのマチュピッチュ、それにナスカの河内遺跡、ついでに USA のマニトーおよびアフリカのドゴン族の崖住居、つまりクリフトゥエリングの例をここに挙げておきます。ヒロシハヤシ、ハイメマシティ、ジャパン。まず皆さんをメソポタミアへ案内します。その中の代表的な都市ウルクへ案内します。メソポタミアのウルクです。ウルクが私が知る範囲では最も、まあ、なんて言いますかね、古代の都市の雰囲気を残しているわけですけども、メソポタミアの都市の遺跡の写真を集めてみました。こうした遺跡が残っているわけですけども、どうやって人は往来したのか、どうやって生活していたのか、どうやって行き来していたのかということを考えていると全くわからなくなります。つまり家並みと言いますかね、町並みがごちゃごちゃだからです。このマチュピッチュについてはですね、生活習がしないといいますか、集落としての機能を果たしていないというふうに私は考えています。つまり人を収容するだけの施設ではなかったかとです。それについては別のところで論じましたので、まあ、ここではですね、このように都市といいますか村の様子が空から見たときにですね、ごちゃごちゃになっている点に注意してください。まあ、これらの都市はですね、明らかに ET、 すなわち外惑星人の関与があったと、まあ、建設についてですね、外惑星人の関与があったと私林宏は反対していますけれども、そういうなんて言いますか、知的な痕跡って言いますかね、現代人的な痕跡がどこにもないのが大変気になります。ということで今日はこの都市の構造といいますか、
あり方についての謎について考えてみたいと思いますが、もちろん結論はありません。が、こうした事実をどのように解釈するかについて、私は次の2つのことが考えられると思います。一つは、そもそも外惑星人たちはですね、人間に建設の指導はしなかったということですね。で、もう一つは、そもそも地球へやってきたこのタイプの外惑星人たちは、まあ、こういう建設のためのと言いますかね、建設の思考回路を持っていたということなんですね。で、私はこういう住居を見るとですね、そもそもこうしたところに住んでいるって言いますか、いた人たちを指導した外惑星人たちにはですね、つまり私たちが持っているような、まあ、都市計画的な思考回路はなかったのではないか、またそういう都市計画を必要とするところの住人ではなかったのではないかというふうに考え始めています。上がマニ島の USA のね、崖住居です。下がドゴン族、アフリカのマリのですね、ドゴン族の崖住居ですけども、まあ、これらは大変よく似ているわけです。まあ、今日のテーマではありませんので、まあ、見ていただくとしたらですね、まあ、ごちゃごちゃだなというふうに感じ取っていただければ良いと思います。私はこういう、まあ、住居跡を見てですね、まあ、ごちゃごちゃだなという印象を持っていました。と同時にですね、まあ、外惑星人の指導を受けた人たちであるならば、もう少し、まあ、なんとかならなかったものかなというふうには、まあ、常々考えていました。それで、まあ、このように取り上げてみたわけですけども、言い換えると、そもそも外惑星人たちにはですね、いわゆる私たちは現代人が持っているような都市計画的な、まあ、構図といいますかね、プランニングはなかったのではないかと考えるようになったわけです。例えば、あくまでも例えばの話ですけども、 SF 的な例えばの話ですけども、もし例えばですよ、地底に住んでいる、まあ、地底人のような知的生命体であるならば、まあ、例えば地球の表面に住んでいる人間とは違った建設概念を持っている、いたのではないかと、まあ、私は考えているわけです。例えばですよ、水中に住むイルカが進化したような場合、彼らはどんな住居を作るかということも、まあ、一つのヒントになるのではないでしょうか。まあ、水中であるならばですね、通路、人間が考えるような通路、道路というものは考えなくても良いということになるのではないでしょうか、というような建設概念がですね、このような住居の、まあ、後を見るとですね、建設概念として反映されているのではないかということになります。あくまでもと言いますか、人間中心のこの地球の表面に這いつくばって生きている人間中心のものの考え方では解釈できないのではないでしょうか、というのが私のこの動画の結論ということになります。 Bye for now. One day, when I was examining Kawaki, Nazca, Peru on Google Earth, I noticed that both Kawaki and Machu Picchu
look very similar to each other, though both are now abandoned ruins of ancient times. Now here I am showing you how they look alike to each other, and then I drew two lines from these two places down to Ferngupan, South Africa, where I found two runways which show the directions sharply to both Machu Picchu and Kawaki. It is the beginning of my work to solve the mystery why they look alike to each other and why there are two lines which show the directions sharply to both ruins. Anyway, my friends, in this following video, it is my pleasure that I can show you that both Machu Picchu and Kawaki used to be labor camps, or more correctly, human slave camps for aliens. Human slaves gathered around here were brought to first Ferngupan, now in present-day South Africa, for labor work. Here I can also show you its evidence to prove this fact. Machu Picchu and Kawaki as labor camp theory by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The above picture in Nazca shows some runways and platforms where each line shows a direction to each foothold on the earth. The below one, or lines, in Ferngupan, South Africa, also shows many lines together, many lines which shows a direction to each foothold on the earth as well. Both runways work as signposts to each place, such as Avery, UK and Machu Picchu, Peru, for example, here shown. The above one I name here is Nazca method, and the below one is Ferngupan method.上が Nazca 方式の滑走路です。下が南アフリカフェルヌークパン方式の滑走路です。ともに世界の拠点への道路標識でした。それぞれのラインがそれぞれの拠点への方向を正確に示しています。上の方式をナスカ方式と私は名付けています。下の方式をフェルヌークパン方式と私は名付けています。広志林浜松セティジャパン。Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to show you with evidence that Kawaki Mounds in Nazca Plateau is a slave camp for aliens. This fact indicates that Nazca Plateau, which can be overlooked from the mounds, has a close relation with this theory of mine.ナスカ高原から南に約14キロのところにちょうど
ナスカ高原のラインを見下ろせる位置に乾き遺跡があります。縦横 1.5 キロの広大な遺跡です。この遺跡がナスカとそのラインの謎を解く重要な鍵となりました。乾き遺跡はまさしく奴隷キャンプ、奴隷キャンプでした。当然何らかの形でナスカ高原のラインもそれに関係していたものと考えられます。それをこの動画の中で証拠を添えて皆さんに証明します。広林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんに乾き遺跡の位置を確認していただきたいと思います。ナスカ高原です。ここにグランドクロスがあります。縦のラインの長さが10キロ近くあります。その高点から約14キロのところに乾き遺跡があります。この乾き遺跡からはナスカ高原のラインを見下ろすことができます。ここが乾き遺跡です。で、その乾き遺跡へ皆さんを案内します。こうした遺跡が見つかったわけですね。で、これは何かということですけども、もう少し後に説明します。まあ、こうした遺跡が見つかりました。縦横 1.5 キロの広大な遺跡ということになります。が、作り方がどうも奇妙なんですね。まあ、それについてもこれからおいおい説明していきたいと思います。これが乾き遺跡です。まあ、現在発掘中ということになっています。ウィキペディア英語版をそのまま翻訳して紹介します。ペルーの乾き遺跡はナスカ文化の儀式センターである中央アンデスの海岸地域にあり、1年から500年頃のものである。そこからはナスカラインが見渡せる。イタリアの考古学者のG. オレフェチがその場所を何十年にもわたって発掘している。レンガ造りの40以上ものマウンドでできている巨大な建造物で広さは 1.5 キロ四方にまたがっている。アメリカの考古学者のヘレン・シルバーマンは長期の多方面の研究を重ね、1993年に乾きにおけるナスカ社会の詳細かつ長大な本を書き出版している。過去何年かにわたりオマール・ファイジ研究者はナスカラインについて深い研究を重ね、彼の研究について驚くべき結論を引き出している。つまり、その研究者によれば、その場所はナスカの首都であるが、その地域の永住者は極めて少数であったという。研究者たちによれば、そこは巡礼地であり、何か儀式があった時には、人口が大変増えたということである。新しい研究によれば、マウンドといっても自然の山あるいは丘であり、その上に人工的な建造物が建てられたということが分かっている。巡礼地説は、乾きの人口が少なかったということ、空間的に広がりのある構造になっているということ、それにインカ渓谷のヤウカ巡礼との関係など、考古学的な証拠に基づくものである。考古学者の先生たちの証拠による証明によると、この
カワキ遺跡は宗教的な目的を持った巡礼地であったというのですが、本当にそうでしょうか。もう一度読み直してみます。永住者は極めて少数であったということ、巡礼地であったということ、つまり居住する場所ではなくて人が常に出入りしていたということを意味します。ですから何か宗教的な儀式があった時だけ人口が急に増えたということになっていますが、その次の文を注意深く読んでください。見てもお分かりのように大変広々としてですね、空間的な広がりのある作りになっています。で、このこととですね、インカの土着的な巡礼習慣と重ね合わせて、これは巡礼地であったというわけです。考古学的な証拠に基づくものであると書いてあるところが恐ろしいですね。が、これらの事実を総合しますと、私林博氏は奴隷キャンプであると判断しました。これからその証拠を順に皆さんにご覧いただきます。話を先に進める前に、カワキ遺跡の中心地を求めました。航空写真ですね。そして右下が地上ビューということになります。で、その中心地を求めてみます。右下の赤い四角で囲った部分が同じ場所と判断しました。注意深くご覧ください。ここを起点にして順に場所を探っていきます。線で繋いでみました。縦横 1.5 キロありますから、点で取るのが大変難しいわけです。またこの場合、点で取るのが大変重要な意味を持ちます。つまりこの辺りがですね、どうやら中心地であることがわかりました。今、赤い丸で囲んだところが中心地、あるいは中心点ということになります。この中心点から南アフリカのフェルヌクパンにラインを引いてみます。なぜフェルヌクパンかということについては、この後に説明します。ともかくもこの点から南アフリカのフェルヌクパンにラインを引いてみます。この黄色い線、左側がナスカのカワキ遺跡です。そして右の方がですね、南アフリカのフェルヌクパンということになります。で、地上へ降りてみます。南アフリカのフェルヌクパンです。このフェルヌクパンには正確にカワキ遺跡を示すラインがあります。注意深くご覧ください。このラインですね。この黄色いラインはナスカのカワキ遺跡から引いてきたものです。その線は、まあ、この横線とですね、ぴったりと寸分の狂いもなく重なります。注意深くご覧ください。つまりこのフェルヌクパンのこのラインはナスカのカワキ遺跡を示していることになります。もう一度やってみますから、皆さん自身で確認してください。ここが今日の重要なポイントの一つということになります。もう一度ラインを見てください。この黄色いラインはナスカのカワキ遺跡から引いてきたものです。そしてそのラインはフェルヌクパンのこの横線と寸分の狂いもなく重なります。確認していただけましたね。つまりこのラインはカワキ遺跡の方向を正確に示しているということになります。緯度経度はここに示しておきます。皆さん自身で確認してください。では、なぜ南アフリカのフェルヌークパンなのか、それについては、この
動画をじっくりとご覧ください。Each group of Fernucupan lines in South Africa is a direction similar group of lines that indicates each ruin of the world. Similar to Peru's Nazca lines, they are direction similar lines that indicate each ruin of the world. So, let's draw a line from theCurrent Area 51 to that Fernucupan. The line exactly overlaps the lines in Fernucupan as you see here. In other words, a group of lines as shown here accurately indicates the direction of Area 51, USA. In this way, the Nazca lines and the Fernucupan line groupsare connected via Area 51. That is to say that my theory is proved again that both Nazca lines and the Fernucupan line groups are drawn by the same ETs for the same purpose long ago. 南アフリカのフェルンクパンのライン群は世界の拠点を示す方向指示ラインです。ペルーのナスカのライン群と同じように世界の拠点を示す方向指示ラインです。で、現在のエリア51からそのフェルンクパンにラインを引いてみます。そのラインはフェルンクパンにあるライン群と正確に重なります。つまりそのライン群はエリア51の方向を正確に示しているということになります。こうしてナスカのライン群とフェヌクパンのライン群はエリア51を介してつながりました。つまりナスカのライン群もフェヌクパンのライン群も遠い昔同じ目的で同じエイリアンたちによって書かれたライン群であるという事実がこうしてまた一つ証明されました。広志林浜松市ジャパン。ペルーのナスカ高原の中でも最も長く最も太いラインは現在の USA のエリア51の方向を正確に示しています。同じように南アフリカのフェルヌクパンにあるライン群の中で最も大きく長いライン群は正確に現在の USA のエリア51の方向を示しています。つまりこうしてエリア51を介してナスカ高原のラインとライン群とそして南アフリカのフェルヌクパンのライン群がつながりました。共に同じ目的でかつ同じエイリアンたちによって作られたラインもしくはライン群ということになります。Machu Picchu is an ancient slave camp to South Africa. In this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that Machu Picchu, now in present-day Peru, was a slave camp to Fernucupan in present-day South Africa on my Hiroshi Hayashi's line theory. Human slaves were gathered once at Machu Picchu and thenSent to South Africa as slaves to mine mineral resources for Anu and his Anunnaki. Zeke Rashichin wrote in his book as follows. Based on the
Cosmic Code, the sixth book of the Earth Chronicles by Zechariah Sitchin, Event Before the Deluge. 450,000 years ago, on Nibiru, a distant member of our solar system, life faces slow extinction as the planet atmosphere erodes. Deposed by Anu, the ruler Alalu escapes in a spaceship and finds refuge on Earth. He discovers that Earth has gold that can be used to protect Nibiru's atmosphere. 445,000. Led by Enki, a son of Anu, the Anunnaki land on Earth, established Eridu, Earth Station the First, for extracting gold from the waters of the Persian Gulf. 430,000. Earth's climate mellows. More Anunnaki arrive on Earth, among them Enki's half-sister, Ninfusag, chief medical officer, was. 416,000. As goat production falters, Anu arrives on Earth with Enlilu, the heir apparent. It is decided to obtain the vital gold by mining it in southern Africa. Drawing lots, Enlil wins command of Earth's mission. Enki is relegated to Africa. On departing Earth, Anu is challenged by Alalu's grandson. 400,000. Seven functional settlements in southern Mesopotamia include a spaceport, Shippal, mission control center, Nippur, a metallurgical center, Shulpak. The ores arrive by ships from Africa. The refined metal is sent aloft to orbiters manned by Igigi, then transferred to spaceships arriving periodically from Nibiru. 古代の奴隷キャンプでした。人間奴隷たちは一度マチュピッチュに集められ、アヌ王とアヌンナキのために鉱物資源を採掘するための奴隷として、その後南アフリカへと送られていきました。現在の南アフリカのフェルクパンがその場所ということになります。今皆さんにご覧いただいているのが、ゼカラシッチンが表した地球年代記6番目の書の1ページです。ここにこのような地図が紹介されています。中心にあるのがニプール、つまり宇宙指令センターということになります。そして左上にあるのがシパール、つまり宇宙空港ということになります。で、皆さんをペルーのマチュピッチュに案内します。標高2400メートル前後のところにあると言われています。ここがそのマチュピッチュです。で、このマチュピッチュの村をですね、まあ見てわかることは普通の村ではないということですね。部屋だけがザザザと並んでいる。つまり収容所作りの村であるということです。そして周りは断崖絶壁であり、まあ人が滑る、あるいは住むような環境にはないということですね。にもかかわらず、このような石組みがなされているということです。こうした石はですね、山のふもとから運ばれたと言われています。で、こうした石を使ってですね、加工し、そしてこうした村が作られたということになっています。で、その石材加工の技術もですね、人間でもできなくはない。
かもしれませんけども、まあ、人間の技術を超えているというふうに考えられています。で、このマチュピッチュは何のために、誰が、何のためにどうして作ったかってことになります。考えれば考えるほど謎めいていますけども、このマチュピッチュは人間奴隷のキャンプであったと私、林博氏は判断しています。これから順にその証拠を皆さんにお見せいたします。マチュピッチュの位置について簡単に説明しておきます。中心がマチュピッチュです。このマチュピッチュから北へ 00.00 度で線を引きます。北極へ向かいます。続いてマチュピッチュからナスカのグランドクロスの中心点に線を引きます。この線がその線です。そしてマチュピッチュから南アフリカのフェルヌクパンのグレートトライアングルの頂点に線を引きます。そしてその間の角度を測りますと、120、120、120という数字が出てきます。特にフェヌクパンへの線はですね、120.02 であるところに注意してください。この黄色い線、左がマチュピッチュ、右がフェヌクパンということになります。そのフェヌクパンへ皆さんを案内します。そのフェヌクパンには、私、林博氏がグレートトライアングルと呼んでいる巨大な三角形があります。この左の黄色い線はマチュピッチュから引いてきた線です。左、やや左下にあるのがグレートトライアングルです。その頂点、そしてその三角形のやや下あたりが南緯 30.000000 です。正確に 30.000000 ですね。そういう位置関係にあるということです。今度はラインに注意してください。左上の黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。このラインはフェヌクパンのライン滑走路と正確に重なります。ここが今日のポイントになりますから注意深くご覧ください。この黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。すなわちこのフェヌクパンのライン滑走路は正確にマチュピッチュの方向を示しているということになります。拡大してもう一度皆さんに見ていただきます。この左上の黄色いラインはマチュピッチュから引いてきたラインです。そしてこの、まあ、ライン滑走路と正確に重なります。これは農夫が、まあ、工作のために作ったラインではありません。またこのように正確に作ることは不可能です。幅が200メートル前後あります。こういうラインなんですね。つまりこのライン滑走路はマチュピッチュを示しているということになります。話を先に進める前に、ゼカリア・シッチンの表した地球年代記6番目の書についてもう少し考えてみたいと思います。これが地球年代記6番目の書です。日本語にも翻訳されています。この本の中には何枚かの地図が紹介されています。が、特に重要なのは、この地図かと思われます。円の中心にあるのがニプール。ゼカリア・シッチンが言うところの宇宙指令センターということになります。そして、左上にあるのがシパールです。6という数字の場所です。シパールです。古代エイリアンたちはこのシパールを起点に地球各地及び宇宙へと飛び立っていったものと思われます。そして右下にあるのがエリドゥです。エリドゥです。延期、つまりプロメテウスの君臨した都市国家ということになります。プロメテウスはここで最初の人間を創造します。アダパーを創造します。それがアダムということになります。つまりエリドゥイコールエデンということになります。ベートーベンが大空交響曲の中で歌い上げたエリジウムというのはこのエリドゥということになります。まあ、こういう位置関係にあるということですね。ここが今日の重要なポイントとなりますので、もう一度確認しておいてください。中心にあるのがニプール、つまり宇宙指令センターです。そして左上にあるのがシパール、つまり宇宙
空港ということになります。ここを起点にしてエイリアンたちは地球各地及び宇宙へと飛び立っていきました。それがシパールです。で、ゼカリア書人は次のように書いています。金の生産が落ちてきたとき、アヌがエンリルと共に地球に到着した。彼らは南アフリカで鉱脈を掘り、金を積極的に入手することを決定した。エンリルは地球隊の司令官となった。エンキはアフリカへと追いやられた。と。そのシパールから南アフリカのフェヌパンへ線を引いてみます。で、皆さんをシパールへ案内します。ここがシパールです。現在はこのような廃墟になっています。ここがシパールです。ほとんど廃墟で、このようなアーティファクトがいくつか見つかっている程度に過ぎません。これらは皆シリンダーシールと思われます。円筒印象ですね。そのシパールからフェヌクパンへ線を引きます。左下のこの黄色い線がその線です。この線は、エチオピアのラリベラの近くを通って、そしてフェヌクパンへとやってきます。上がシパール。宇宙空港のシパールです。左下がフェヌクパンです。この黄色い線に注意してください。この黄色い線は、フェヌクパンの先ほど私がグレートトライアングルといったトライアングルの向かって左側の辺と重なります。注意深くご覧ください。この点の難易は 30.000.00 です。この黄色い線が今、シパールから引いてきた線です。注意深くご覧ください。この辺と重なります。つまりこの向かって左側の辺は正確にシパールの方向を示しているということになります。もう一度やってみます。この線に注意してください。この黄色い線、つまりシパールから引いてきた線は、このグレートトライアングルの向かって左側の辺と正確に重なります。つまりこの辺はシパールの方向を示しているということになります。少し話が脇道にそれます。ゼカリア書人の表した地球年代記6番目の書の中に大変興味深い挿絵が載っています。この赤い枠で囲ったのがその挿絵です。この中央に十の字が描かれています。これは、ニビルを表すシンボルマークだそうです。で、この十の字に注意してください。ニビルを表すシンボルマークというわけです。で、このシンボルマークがですね、まああちこちに描かれているということですね。まあ普通十字形と言いますと、十字架イコール、まあキリスト教イコール十字架ということになりますけども、まあ何もキリスト教に限った話ではなくて、それ以前、はるか昔にもうすでにこの十字形のシンボルマークはあったということになります。これがニビルを表すシンボルマークです。そしてこのニビルを表すシンボルマークは、まあ、様々な形で表現されています。まあ、下は円筒印象の中の文様かと思われますけども、その中にもやはり、ニビルを表すシンボルマークが描かれています。横切る星という意味だそうですね。まあ、太陽系を横切る星という意味だそうです。左は輝くニビルを表したものです。で、中央はですね、スサで見つかった陶器の中に描かれていた十字文様です。紀元前3200年の地層から見つかったので、年代が分かりました。これがその十字文様です。そして同じものがですね、エチオピアのラリベラの、まあ、屋根の上に描かれています。で、現在、右のラリベラの教会はカトリック教会となっていて、そしてその、この十字形はですね、キリスト教の十字架をもじって作ったものだというふうに言われていますけども、同じ文様がすでにそれから3400年前後前にもうすでにこの地球上にあったということになります。中央が紀元前3000年に2200年頃の地層から見つかったニビルの文様です。そして右が、ラリベラの、
教会の屋根の上に描かれている文様です。そして大変興味深いことに、シパールと、それからフェルクバンをつないだほぼその新直線下にラリベラの教会があるということです。エラーは320キロです。これがその文様ですね。で、これは、まあ、シパールの方向を示す方向指示であったと、まあ、シッチンは説いています。このように、まあ、本の中で書いています。シパールの方に向けて矢印の役割を果たすと。まあ、そういった文様であるということですね。以上、説明してきました事実を南アフリカのフェルヌクパンの上で組み立ててみます。この矢印のところを注意深くご覧ください。ここにあるのがグレートトライアングルです。このグレートトライアングルの向かって左側のライン滑走路は正確にシパールの方向を示しています。そしてもう一本、長大な滑走路がここにあります。このライン滑走路は正確にマチュピッチュの方向を示しています。つまり、二つの滑走路がここで重なるということですね。つまり、シパールとマチュピッチュはですね、このフェルヌクパンを介して深い関係があるということになります。繰り返します。グレートトライアングルの左の辺はシパールを示している。そして、それを横切る長大な滑走路はマチュピッチュの方向を示しているということです。こうしてシパールとマチュピッチュがつながりました。つまり、マチュピッチュから連れてこられた奴隷たちはですね、ここでエイリアンたちの奴隷として働いたということになります。その奴隷を指導したのが、言うまでもなくシパールからやってきた延期たちということになります。つまりこのフェルヌクパンの二つの長大な滑走路がその証拠ということになります。つまりマチュピッチュはですね、つまりは奴隷の、まあ、キャンプであったということになります。フェルヌクパンのこの長大なライン滑走路がその証拠ということになります。というふうに考えますと、辻褄がしっかりと合うということになるのではないでしょうか。今日はマチュピッチュ奴隷キャンプ説を別の角度から考えてみました。最後にもう一度マチュピッチュをご覧になってください。これは本当に住居作りなのでしょうか。私にはどう見ても収容所作りにしか見えないのです。いかがでしょうか。 Bye for now. で、結論ということになります。カワキ遺跡です。この乾き遺跡の構造とマチュピッチュの構造は大変よく似ています。直線的であるというよりもですね、長方形が乱雑に、まあ、並べられて作られているという感じがしますね。つまり歪んでいるということですね。その歪み方までよく似ている点にも注意してください。そして部分的に見ていきますと、部屋だけがザザザッと並んでいる感じがします。つまり、共に生活するための居住空間ではなかったということになります。そして、右のマチュピッチュがですね、奴隷収容所であるとするならば、まあ、私、林博士はそのように判断してますけども、左のカーキも奴隷収容所と判断して何らおかしくないということになるのではないでしょうか。まあ、こうした細かいところを見ていくとですね、いわゆるコンセプトが同じであるということです。で、カワキは奴隷収容所であると判断しました。現在、カワキの方はですね、上の構造物の部分は残っていないということになります。下がマチュピッチュです。
乱雑に長方形が並んでいるという印象を受けます。そしてフェルンクパンでこの両者がつながりました。この左上の黄色いラインはマチュピッツ、それからクスコを通り抜けて引いてきた線です。この黄色い線上にインカ遺跡のほとんどの遺跡が集まっています。マチュピッツ、オランティータンポ、そしてクスコです。このマチュピッツのラインは、このフェルンクパンの上のライン、まあ全体がそうですけどもね、と重なります。つまりこの全体は、マチュピッチュ、クスコの方を示しているということになります。ナスカの辺線の書き方とは、やや違いますね。また、このような線をですね、農夫がトラクターで引くことはできません。まあその説明もしました。ともかくこの黄色い線は、マチュピッチュから引いてきたラインです。そして、やや視点を上に上げてみます。そうしますと、左側に先ほどのグレートトライアングルと、そして、そのラインが見えてきます。注意深くご覧ください。乾きのラインがその下ですね。この黄色い線がマチュピッチュから引いてきたラインです。そしてその下のブルーのラインが乾き、ナスカの乾きから引いてきたラインです。先ほど紹介したラインです。こうして、フェルンクパンを通して、マチュピッチュと乾きが繋がりました。まさしく、フェルンクパンは、奴隷を集める場所であったということになります。そして、この南アフリカをこの辺りを中心として、鉱山資源をですね、鉱物資源をエイリアンたちは手に入れていたということになります。以上。乾き、奴隷、キャンプ説でした。バイ。Thank you.